はい、こんにちは。今日はですね、大阪市淀川区西中島にあるにぼじろう新大阪店さんの方に来ています。こちらの方なんですけど、一応二郎系ラーメンの、魚介のスープをお出しする魚介系ラーメンのお店ですね。こんな感じで自家製もちもち極太麺、ベースは醤油か豚骨醤油か、たまには塩もよし、煮干し、かつお、鯛、野菜のうまみ成分たっぷり、魚系スープの癖になる味わいということですね。こちらの方に今回やってきました。はい、営業時間はこちらですね。月曜から土曜日、昼の部は11時から15時で、夜が18時から23時で、日曜祝日が昼11時から15時で、夜が17時から20時30分で、定休日はなしですね。はい、こちらが店内の様子になります。入り口入って左側にカウンター席が5席あります。で、奥に6人掛け席のテーブルが1つと4人掛け席のテーブルが1つですね。で、その横にこちらにも4人掛けの席のテーブルが1つあって、で、こちらにもカウンターが6席あります。合計でカウンター11席、テーブル席3席を確保されています。こちらがメニューになります。カツオですね、煮干しと豚骨のダブルスープ、がっつりとカツオの味を楽しめます。で、煮干し系もありまして、当店看板メニュー、他にはない煮干しのインパクトが癖になる味わいで、豚骨煮干しですね。あと、もりそばもあります。で、辛麺もありますね。で、こちらが一応100、150、200、250がほぼ全て同額で、食べられるようですね。こちらがつけ麺のメニューになります。カツオがあって、煮干しと違いこってりカツオスープ、つるっとした平打ち麺にスープがよく絡み、カツオ好きには間違いなくハマる一品です。で、次に煮干しですね。ラーメンとは違う平打ち麺、あっさりとした煮干しスープ、つるっとした食感は女性人気の一品で、鯛塩がありますね。鯛塩ベースのスープに柚子が香るさっぱりとしたつけ麺、分厚いチャーシューと白髪ネギでボリュームを大満足ですということです。で、こちらも一応100、150、200、250と全て同額で、食べられるようですね。こちらがつけ麺の大将の、画像になりますね。で、下の方なんですけど、こちらがサイドメニューで、単品、鶏の唐揚げから、ご飯ものがありますね。セットで鶏の唐揚げ&ご飯っていうのが400円で、じゅわっとジューシーということでやっています。で、こちらがランチセットやってます。ラーメン 150g に白いご飯、並がついたお得なセットということですね。午前11時から午後3時までのランチ営業時間のみとなっているようです。こちらのようにこういう形で、価格変えてますね。こちらは新商品で、カツオ油そば800円税込み、油そば新メニュー、カツオのうまみを全面にお楽しみいただける一品で、こちらが塩油そば、これも800円の税込みですね。待望のシリーズ化、塩だれの中にほのかな煮干しの香り、梅肉はお好みでどうぞということですね。こちらはサラダ風冷やし中華そば900円ですね。ピーナッツバターを使用して自家製だれとたっぷりの野菜でいろんな食感が楽しめる一品らしいですね。夏の限定麺ということです。で、下の方は鯛塩900円、暑い夏でもあっさり食べられるヘルシーな一品ということですね。はい、こちらはつけ麺ご注文のお客様へ締めご飯、一口ご飯を無料でご用意しています。で、こちらの方が、それぞれのお好みで調整できます。野菜、背脂、タレ、少なめ、普通、増し、増し増しからお選びください。で、にぼじろうの野菜の量の目安が、こういう形になってますね。こちらが券売機になります。入り口入ってすぐにこちらの方で食券を購入する形になります。先ほどのメニューの内容で、書いてますね、それぞれ。はい、こんな感じで、カツオセット、煮干ランチセットとかありますね。ご飯、特製チャーハン、キムチもやってるようですね。で、味玉、チャーシュー増し券とかもあります。はい、こちらがラーメンのカツオになります。麺は 150g で、金額は850円ですね。
スープがこんな色をしております。さあスープからいただきたいと思います。はい、スープの方を飲んでみました。煮干しと豚骨のダブルスープということで、カツオの旨味を非常に、うまい具合に出しています。非常に魚介が苦手な方でも非常に飲みやすいスープになってますね。でこちらが麺の、自家製の極太麺ですね。こちらの麺をいただきたいと思います。麺の方を食べてみました。自家製の極太麺ということで、もちもちしながらとても歯ごたえのあるとても美味しい麺になってます。チャーシューが2枚入ってますね。こちらチャーシューを含めて全て食べたいと思います。こちらはつけ麺の大塩になります。大塩ベースのスープに柚子が香るさっぱりしたつけ麺になっているようですね。こちらが麺ですね。自家製麺ですね。こちらがね、色ツヤがいいですね。ではこれを、つけだりに入れて、こんな感じで、こんな感じでいい感じじゃないですか。つけだりも透き通ってていいですね。それでは食べてみたいと思います。はい、食べてみました。このスープかなりタイの出汁が出てて、でもさっぱり飲めて、お子様とか女性の方も結構好きな味じゃないかと思います。でこちらがこのチャーシューですね。この分厚さで、先ほどのチャーシューとは違って炙ってますね。このチャーシューいただきます。チャーシューの方食べてみました。この分厚さで炙ってあるのでとても香ばしくて美味しいチャーシューになってます。それではこの白髪ネギと混ぜて食べていきたいと思います。はい、すべて食べ終わりました。でこのつけ麺の後にですね、この後に小ライスがこの後につきますので、小ライスを入れてすべていただきたいと思います。はい、食べて外出てきました。とても美味しかったです。で煮干次郎さんなんですけど、駐車場はないので、駐車場なんですけどこのすぐ、道の反対側ですね、こちらの方なんですけど、こちらの方にタイムズさんあります。までに駐車料金はこんな感じですので、はい、またぜひ近くまで来たら、興味がありましたらぜひ一度お越しいただければ幸いです。今回はご視聴ありがとうございました。失礼します。